西村採石場という場所に来ております。サイズによって2レーンに分かれて、あそこにダイナマイトがいっぱい仕掛けられていて、あの下の地層に化石があるかどうか。ちょうど今ダイナマイトを入れてあります。宇崎先生、じゃあ、はい、あれですね、ここから恐竜の化石を見つけ出しましょうか。そうですね、はい、地層がですね、はい、恐竜がいない時代の古い時代の地層、ね、ちょっと採石場が別の採石場、別の採石場、はい、ちょっと爆破違いだったってことですか。ここからですよ、ここからね、化石を探し出しますからね。じゃあ行ってきます。西村採石場の蒲生工場というところに来ました。先生、はい、ここで大丈夫なんですか。そうです、ここなら化石が出る、ここなら化石が出るということで、はい、恐竜が出るかもしれない可能性はありますね。時代的にも出てもおかしくない。そうなんですね、はい、ちょっと日が落ちるまであと 2,3 時間しかないので、早速どんどん探していきましょうか。地層を見る、はい、地層、これ横に走ってるのはこういう地層ですか。はい、よくしましまが見えますね。あ、すごい、赤いところと、はい、青っぽいところが、はい、これが地層。あ、斜めに走ってるんですね。もともと平らだったのが、はい、傾いて、あ、これであの年代の場所を見つければ恐竜がいたかもしれない年代のところに掘ればいいってことですか。そうです。いや、ワクワクしますねこれ。先生も小さい頃はちょっとワクワクしながらこう探したりしたんですか。今でもワクワクですよ。やっぱりそうですよね。楽しいことじゃないと長く仕事をしてられないですもんね。いや、僕には全くどれもこれも岩に見えます。化石と岩の中に含まれているなんか不純物の見分け方ってあるんですか。難しい。やっぱりそうですよね、はい、こういうのもよく化石と間違われる、はい、見て化石、葉っぱの化石がありましたと言ってよく持ってこられる、はい、これ葉っぱの化石ではない、割れ目にできた鉱物なんですけど。え、あ、そうなんですね。忍ぶ石という忍ぶ石、本当だ。こんな、これは葉っぱの化石ではありません。忍ぶ石です。無駄に。石がまだ、あれはれき岩。あ、これ巻き貝ですね。いきなりありました、はい、巻き貝の化石です。いきなり化石見つけました。すごい。じゃあちょっとポケット入れてきます。割るよりも落ちてる石を見た方がいいですか。どれだけ石の表面を見るかがコツなんですけど、こんなに石がたくさんある場所では、はい、割って新しい面を出してくるも、もう常にあるこの表面をどん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 見ていった方が効率がいいですね。そういうことですね。まあ、問題は化石と化石じゃない、見分け方が分からない。さて、ちょっと全然ここね広すぎて拉致が開かないんで、伊藤君も参加しますか。はい、伊藤君もさっきからワクワクしてると思うんで。はい、綺麗な、あ、大鉄砲があるんですか。崖から、まあ、落ちそうな場所なんですけど、
おお、鉄鋼があります。うわお、綺麗な、すごい。どうですかこの辺の地層は。え、なんだここ。はい、これ野獣っていうのは何ですか。席はないか。先生、先生、これは恐竜の歯じゃないでしょうか。これはデリカの本なんですか。お。山ありの巻き貝で、はいはいはい、これが脊椎動物の一部なのか、やば、二枚貝とかなのかは、はい、調べないとよくわからない。まあ、骨ってとこですかね。骨とか爪とか残るところ、外科先であることは、まあ、やば、すごいな。きっと同じですかね、このちっこいの。この巻き貝綺麗ですね。え、巻き貝あったんですか。めっちゃ巻き貝。あ、めっちゃ巻き貝じゃん。伊藤くん、はい、見てここ、めっちゃ巻き貝だよ。お、めっちゃ巻き貝、やば。ちょっとこれ、え、これやばいっすよ。これやばいよね。いや、めっちゃ巻き貝。これとこれ、やばい、ついに。先生、これこの辺期待できますか。期待できますね。めっちゃモンハンです。やばい。変わるんですか。おお、じゃじゃーん、やばい、手に入れましたよ。見てくださいこれ、ギリギリセーフ。え、重機で掘り出せる。さすがです。じゃあここを重機で切り崩して中の化石を探し出しましょう。崩していただきました。頑張って探しましょう。はい、頑張りましょう。残り時間もないので日が傾いてきた。これは明らかにでっかい貝じゃないですか。あ、巻き貝ですね。巻き貝ですか。はい、おお、はい、
かいの化石、でっかいの出ました、また、はい、いい化石ですね。あ、本当ですか。はい、やったー。こちらお、植物系もあるんですか。はい、おお、後ろも。先生、こういうのは何ですか。あ、これも植物、ね、あ、これ、この辺も、はい、すごい。ピカピカ光るんですけど、はいはいはい、これ最終的に顕微鏡とかで見ると分かるんですか。ですね。で、専門の人に見てもらえば。あ、はい、そうなんですね、はい、こんだけもういろんな化石があれば何か面白いものありそうですよね。何かかもしれないですね。カメ、薄い板状の骨が多いんです。はいはいはい、そういう部分の可能性、あ、本当だ。あ、ここら辺とか、あ、黒い、生まれてる。はい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 、カメの化石出ましたよ。はい、ということでね、日が落ちるギリギリまで化石を発掘してきました。先生、これすごくないですか。でっかい、はい、綺麗に見えてますね。綺麗な巻貝の化石ですよ、これ。いっぱい貝の化石はすごいありましたね、はいはい、これが亀の可能性がある、はい、おお、はい、亀の可能性があると思う化石。これからじゃあちょっと持ち帰っていただいて調査してもらう感じですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。あとなんか魚の鱗かもしれないみたいな、はい、はい、先生、これちょっと帰りに見つけたんですけど、はい、でっかい、これ化石ですかね。はい、おそらくこの黒い部分が木の化石、はいはい、木の化石、はい、見てください、こんなでっかい化石見つかりましたよ。このたくさんの化石をね、見つけることができました。この西村採石場の社長の息子さんも来ていただいて一緒に採掘したんですけど、ここで見つけたあの化石は持って帰っても大丈夫ですか。はい、あ、本当ですか。大丈夫と思います。ありがとうございます。ちょっとお父さんにお願いしますと言っておいてください。お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっと記念にね、木の化石を持って帰りたいと思います。先生、すごいですね、ここの地層は。はい、関門層群という地層で、はい、白亜紀の地層です。1億3千万年ほど前の湖でたまった地層。あ、湖で、はい、湖にいた貝、はい、などの化石がたくさん。そういうことですね。ということはもっと頑張れば湖の周りに集まっていただろう恐竜たちとかも、はい、十分見つかる可能性がある、可能性があるってことですね、はい。いつか僕はあの科学のディズニーランドっていうのを作るのが夢なんですよ、はい、もしそれが実現した時には何かご協力いただけたりしないでしょうか。あ、はい、本当ですか。はい、化石の何か協力で、ありがとうございます。なんか化石の部屋とか作って、化石の展示とか、実際に化石が採掘できる方法とかね、いろいろできたらなと、勉強になることができたらなと思ってますので、はい、ぜひその時はよろしくお願いします。ございます。あとですね、あの三崎先生がいらっしゃる命の旅博物館の動画前回あげましたので、ぜひ見ていただければと思います。あと下の説明欄に書いておきますので、たくさんのね面白い展示がありますので、ぜひ見ていただければと思います。いや、なんか化石採掘発掘ってめちゃくちゃ面白いですね。なかなかあのあれですか、博物館に持ち帰って調査するまですごいっていうのはなかなかなかったですか。いえいえ、この仮面可能性のあるところで、化石はかなり重要です、ね。あ、そうなんですか。はい、珍しい。珍しい、はい、なかなか取れないんですか。なかなか取れないですね。すごい、いや、貴重な、はい、さっきちょっとまとめのコメントではなかったですけど、めちゃくちゃ貴重な、はい、亀の骨の可能性があるということですね、はいはい。ちょっとじゃあまたあのもしあの何か分かったらご報告いただけるとありがたいです。はい、はい、ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。良かったと思ったらね、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。あとね、 Twitter、TikTok、Instagram いろいろやってますので、そちらの方でもねこういうね面白い写真とか上げていきますので、ぜひチェックお願いします。ということで本日はどうもありがとうございました。